今日は今から Be Going To の説明をします。 Be Going To というのはこれから何々をする予定ですという内容を言うときに使う表現で、すでにもう予定が決まっているときによく使います。これから説明する Be Going To のこの Be という部分は Be 動詞を指しているので、実際に使われるときには主語によって am、are、is、 このいずれかを使います。例えば主語が I、 こういう場合には be 動詞は am といった具合です。もう一つ大事なことは、この to の後ろの部分に動詞を持ってくるわけですけれども、ここの to の後ろの動詞は必ず原形を取ります。過去形とか s がついた形とか ing の関係のそういう変形したものではなくて、もともとの形、これを原形といって、必ずこの to の後ろには動詞の原形を持ってくるということです。で、今ここに現在形の毎日私はテニスをしますという文章、それから現在進行形の今私はテニスをしているところですという文章が書いてありますけれども、これから説明する Be going to 何々する予定ですというのの違いをよく見てください。まず一番上の I play tennis every day というのは毎日の習慣であって、今現在他のことをしているかもしれない、まあ実際に今自分が行っているわけではないけれども、普段テニスをするという時に普通の現在形ということでプレイとここではなっています。現在進行形というのはすでに習ったように今実際に行っている動作行動のことなので、まあ形としては be 動詞プラス動詞の ing の形ということですでに習っています。これは今も言ったように現在進行中の動作ということで be 動詞プラス動詞の ing の形、これで表すわけですね。で、今日の be going to というのはここにも書いてありますけれども、これからやろうとしている未来のことを表す、内容的に現在形や現在進行形と違ってまだ行われていないけれども、すでにおおよそ予定が決まっていて、これからやろうとしているということで、まあ区別するときには現在に対してこれからやろうとしていることだから未来というふうに言えます。で、この一番下の文章ですけれども、私は明日テニスをする予定です、することになっています、するつもりですというふうに言いたいときには、この be going to 動詞の原形という形を取るので、さっきも説明したように be の部分はこの先頭の誰々はという部分に応じて、この場合のように I だったら am、 例えばここが he だったら is とか、You だったら are とか、そういうふうに適宜変えて使います。で、この going to というのは変わらずそのまま続けて、先ほど言ったようにこの to の後ろ、ここのところには動詞の原形を必ず使うんだと、こういうことですね。で、この形は
進行形の時と同じように B 動詞を使っているので、これから書きますけれども、疑問文や否定文の作り方は現在進行形の時と全く同じやり方になります。例えば、あなたは明日テニスをする予定ですか、というふうに疑問文を作ろうと思ったら、 B 動詞の部分が先頭に来るので、 Are you going to、 play、テニス、 tomorrow、 とこういうふうにすればいいし、否定文にしたくなったら、私は明日テニスをする予定ではありませんと言いたい場合には、 I am、 B 動詞の後ろにNot、 これを入れるだけで、あとは全く同じで、 I am not going to play tennis tomorrow、 とこういうふうにします。疑問文の作り方、否定文の作り方というのは、 B 動詞があるので、疑問文の時には B 動詞を前に、否定文の時には B 動詞の後ろに not を挟むという形なので、これは今まで何度か練習してきている通りなので、それを応用してやってください。ちなみにこのI am not going to play tennis tomorrow という否定文の場合には短縮形がよく用いられるので、この場合は I am の部分を I'm というふうにして、 I'm not going to play tennis tomorrow というふうにすることもよくあります。その辺は自分で今まで習った通りですので応用してやってください。